よし、やっとね、リー溜まったんで、リー使って、じゃない、リク使って、うなとぎじゃやっていこうかなと思います。そう、前回ね、負けたんだよ。なんで、リベンジ的な感じで、やっていこう。いや、これさ、いつもリー使ってて思うんだけどさ、こういうカットしてさ、途中からの方がいいのかな、それとも、早送りした方がいいのかなっていうのを、結構、どっちにしようかなって思うんだけど、なんかこっちからがさ、本番リダチェンしてからがなんか本番みたいなのもあるから、結構ね、最初からやりたい気持ちもあるんだけど、まあ、今回はカットして。いや、でもね、結構ね、リク強いんだよ。前回どこで負けたっけな、あんまりね、昔で覚えてないんだけど。よし。いや、最近寒い。すげえ寒いんだけど、これはいつも通りだね。キー消さないようにして。はいよ、いいね、完璧。なんかいつも動画でこいつ出てる気がするな。いいよ。なんかさ、エドワード・エリックでも裏闘技場やりたいなって言ってたんだけど、なかなかね、やれてなくて明日やろうかな。オッケー。で、なんかさ、エドワード・エリックさ、7×6 にしなくてもいけるみたいな噂あるよね。だから 7×6 にしないでやろうかな。いや、でも結構強いよね。7×6 にしないで勝てるって、割とぶっ壊れだと思う。っていうか、エドワード・エルリックのさ、半減率がやばいよね、あの子。半減？軽減率だ。35% ぐらい軽減するでしょ。なんか普通の軽減も、リクとかと比べたらさ、すげえ軽減してくれてる。で、これ多分闇残るんじゃないかな。できたらなんか両方倒してほしいけど、多分闇が残る気がする。闇残んなら真ん中の2ターンの方残ってほしい。闇吸収が2ターンのとこ。なんでだよ。なんで5ターンの方残んだよ。多分耐えれんじゃないかな。どうだろう、死ぬかなこれ。結構ダメージはでかいんだよこの子。これで一回闇処理して、いやこれさ、なんでさ2ターンの方残んないで5ターンの方残んだよ。耐えて。オッケー、危ねえ。オッケーオッケー、闇欠損だけど水も欠損か。やっもったいな、ここでやつもったいない。ていうか耐えれたのかもしれないね、今みたいな繰り返していれば。でもあれだ、リク5色消さないと軽減貼れないんだよ。なんで今パズルしてたら多分軽減貼れなくてやられてたな。多分そうなってたと思う。なんでやつしか選択しなかった気もするな。 OK、 ここでいきましょう。勝てると思うんだけどな。はい、いいんじゃないでしょうか。悪くない。やべえ。今日喋ることねえや。普通にパズドラしよう。いいよ。あー、でこのパーティーなんだけど気をつけるとこがあって、フレンドにあのアシストボーナス、今回だとリクだから297振ってる貴族生のモンスターじゃないとこの次のオーガの先生が足りれないってよ。前適当にさ、フレンド選んでたんだよ。そしたら耐えれなくて、ほんとギリギリなんだよね、耐えれるか耐えれないみたいなとこが。だから今回だとフレンドがね、297のゼータヒドラ威圧継承してくれて、多分それのおかげで次のオーガの先生がどんなパターンでも耐えれんじゃないかな。今んとこ耐えれなかったことがないんだけど。うん、危ねえ。危ねえ。いやこれどんなパターンでも耐えれない気がしてきた今ので。まあ、でも一応ね、ほんと今まで耐えれなかったことなかったんで、結果オーライでしょ。これね、自分のさ、パーティーに297じゃなくてアシストボーナス継承すればいいんだけど、誰もね、297の同属性継承してないんだよ。なんで自分のね、パーティーはアシストボーナスがゼロなんで、なんかあんまいい組み合わせがなくてさ。あー、今待ちになったなと思ったけど、来たな。今結構、すげえギリギリだったな、HP。これ攻撃してこないオーガもいるよね。なんか雲作るみたいな。あ、そういえばなんか雲のさ、覚醒スキル新しく出たのに誰も実装されてない。 OK、 いいよ、順調。ここはなんかいつも闇で倒してる気がする。なんかイデアルのさ、光で行くのかなと思うんだけど、なんか本当にいつも闇で倒してるイメージ。闇組んで OK、 いいんじゃない。これでいけるかな。最悪いけなくても一旦猶予はあるんだけど、倒してほしいな。 OK、 いいよ。
です。で追撃の色もあるね。完璧だ。でここでインドラあります。次ね、五右衛門来たらやばいん で, でここでここ最悪メジャーグエンドもらっても多分インドラ効いてるから耐えれると思う。こうかいいんじゃないでしょうか。イザナミがやだ。闇イザナミ、あいつ出ると指奪われて相当きついんで、あやべメジェのエンドだ。頼むから、うわ待って、リダチェン、あーよかった、びっくりした、今リダチェンかと思った。いやイザナミきついな、イザナミはやめてほしい。指奪われるのが本当にあいつはやべえ。はい、いいんじゃないでしょうか。イザナミ以外でお願いします。イザナミ以外なら何でもいいかもしれない。うん、そうだね、よし、いいよ。てかワンパンできないんだね。まあ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 、ここはオールドロップブレイクで多分倒せるはず。とりあえずやつ打ちます。やつ打って、はい、ただ前ここオールドロップブレイクで確か倒したんだけど、結構硬いんだよねブレイクしても。はい、ラストターンで、あ、意味ないのか、ラストターンで行こうか行かないか、どうせオールドロップブレイク使うのか。はい、このあ、ミスったこれコンボしてフレンドの威圧貯めてもよかったね。まあいいか、これ使います。オールドロップブレイク発動、闇おめ、どうだろう、いけるかな。ちょっとね、無言になっていこう。ここをしてこう、あ、いいいい、めっちゃいい、これ完璧だ。結構パズル的には完璧に近い。このブレイクでいけんじゃないかな。落ち込んで2個ぐらい欲しい。1個2個ちょうど2個きたね。イエス。いやでも結構さ、闇と闇かな、あんまり111って出てたね。うわいいね、ウェルドール、ここも多分余裕のワンパンかな。倒しちゃおう。はい、はいはいはい、うん、これもいいね、パズルの調子が悪くない。はい、オッケー、多分ワンパンでしょう。落ち込んでこそできたら2個ぐらい欲しいけど、1個、いいよ。いや楽勝見せないでください、頼む、楽勝見せないで。でも4分の1だから全然可能性としてある。わあいいね、カグツッちゃん、カグツッちゃんは追撃でいっか、追撃でいっかって追撃しかやることないんだけど、欠損してないかなこれ。はい、どう、カグツチは柔らかい印象がある。やべ、サクサクだな。結構リダチェンするまでは割とサクサクではなかったんだけど、リダチェンしてからのサクサク感が。さあ何でもいいよ。なるほど、欠損はしてないのか、闇がないんだけど欠損はしてない。それならこのままいっちゃうか。本当に回復力がすごくてさ、全然耐えれると思うんだよ。はい、これで耐えれるはず。いや今スキル使おうか悩んだんだけどさ、ノースキルでいった、いいねいいね、オッケーオッケーオッケーで、いや変にミリ削りが怖い。ここのゾーンってミリ削りでなんか大ダメの敵結構多くなかったっけ、この四天同時フロア。ん、四天同時わかんない、茨城同時。いやー怖い、落ち込んが怖い、ミリ残しやめて、ミリ残し怖い。いやどうしよう、わあミリで死んで、うわーってなる気がする。やだ絶対やだ、それはそのうちはいいんだよ。5コンボジャスト、5コンボジャスります。ジャスって5コンボジャスト、1 2 3 4 5 5 5ジャス。これでソフトタッチ、ソフトタッチ変に削んだよ、変に削んだよ。オーケー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 、ソフトタッチ、もう全然削んないんだけど、マジか。いやこれし7、6コンボジャスト、落ち込ん1個、合計7コンボい
きます。1,2,3,4,5,7 コンボジャストからの6コンボジャスト、わかんねえや。これで落ち込むんだ、くんなよ。いいいい、これでいい削りだ。お、優しいあれ1個しかクレームしてこないの。うわ、接待だ。で、ここで落とそう。火いやー、集中しています、集中しています。はい、いいんじゃない、これで完璧でしょう。いや、完璧ではないけど、リファイブ来ないで。リファイブ来たらダメよ。なるほど、なるほど、なるほどね、なるほどなるほど。1回6コンボジャストします。光か、光、攻撃したくない、攻撃したくない。なる、落ち込むんだ、やめて。削んな、削んないで。よしよし、これワンチャンいけるかもしんないけど、威圧使います。ワンチャンいけんのかもしんないけど、威圧なんて。やべえ、なんかすげえ助けられたな。めっちゃやばかったよね。オッケー、いいよ。一旦耐えるか。いや、インドラ使おう。インドラ使いの突破。1000万だっけ ?1000 万出んのかな、このパーティー。どう?できたらインドラ継続してる、今倒してほしい。今でしょ。やべえ、ここカットだ。よし!リファイブ、リファイブ、リファイブ、リファイブ。よしよしよし、神神で、次は、うわー、次誰出ればいいんだろう。優しいのがヘラ、ヘラウルズと水ヘラ、マジで出ないんだよ本当に。頼む、あいつらが簡単だから出て、お願い。あいつら本当に出ないからね、本当。愚痴だ、今愚痴、愚痴タイムです。多分出るっしょ、たまには。ヘラ、ヘラ、ヘラウルズか水ヘラ。頼む、水ヘラ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 。4ターンか、4ターン。まだインドラ効いてんね、まだインドラ効いてる。そう、こいつバインドしてくんだよね。インドラ効いてるから、いや、どうしよう。これ HP 満タンだと大ダメとかあんのかな。ちょっと調べていいっすか。調べます。はい、調べました。っていうか、思い出した、前回もこいつにバインド食らったんだよ、腕ドラが。で、ここなんだけど、1ターン目必ず10ターンバインドが飛んでくるらしい、確定で。頼む、腕ドラ狙わないで、マジで腕ドラ狙わないで、お願い。腕ドラ狙うメリットがないでしょ、君には。お願い、腕ドラ狙わないで。うわー、よかった、よかった。で、ここでダメージはそんなにでかくなかった、調べたら。小さくもないんだけど、回復すれば全然間に合うレベル。はい、これでちょっとヘッポコンボで抑えます。ここで無駄にコンボする必要はない。オッケーオッケーオッケー。そう、さあ、前回こいつがマジわけわかんなかったんだよ。オッケーで、欠損もしてないね。で、オデドラが残り2ターン。オッケー、変に削んないよ、変に削んない。ソフトタッチで、一応軽減は張りたいからコンボする。オッケーオッケーオッケー、スーパーオッケー、ファイナルオッケー。で、こいつね、前回マジで思い出したわ。バインドを飛ばしてきたんだよ、オデドラに。で、ここでオデドラバインド回復できなくて、あーってなったんだよね。そんな落ち込いらないよ。オッケー、
た。こっからだね。結束もしてない。おでドラ使います。おでります。おでってこうで、で突破します。突破します。やべえ、勝ったな。久しぶりに勝ったな。これさ、まださ、もう勝ちでいい。勝ちの方が前提で話すんだけどさ、まだ一回もさ、ニジピーが落ちたことはないんだよ、裏闘技場で。なんかランランとかの報酬でもらったことあって、一応持ってるは持ってるんだけど、この裏闘技場でゲットしたことがないからね。歯遅い。じゃあ欲しい日本語がおかしい。で威圧打ちます。威圧ってカラッと形状してるからね。で闇が欲しいね。闇、闇欲しいんで、待って、これ変に削んないよね、さすがに。火はそんないらない。いや、光じゃなくて、多いな、回復。光ちょっと消すか。光もね、攻撃色だから全然いいんだけど。闇代わりだったら光でよかったんだけど、ここでいくか。いけるでしょう、からります。カラッと使って、オッケー、行こう。うわー、勝っちゃうのか。結構久しぶりだな、勝つの裏闘技場。はい、いいね、久しぶりの勝利だ、マジで。で、盤面がよくあれ、盤面よくあれ。どうだろう、わかんねえな。オールドロップブレイク使う？光が多いんだよね。どうしよう。このまま行くか。やべ、マジで久しぶりの勝利だ。完璧だ。盤面1個も損失ぐらいでしょ。ほぼほぼ盤面最大。落ち込まればワンチャンあるんじゃないかな。いい落ち込ん、行ってくれ。いや、いい、全然 OK、 全然 OK。 封印も効かない。いや、効くのかな。で、ここでまだ 75% 軽減だから、それはしょうがない。はい、で、ここでキー落として、これ全然削れないでしょ。で、次これ終わってからだね。これ終わって全力でいこう。回復多いな。 OK、 危ねえ。1000万向こう来た。ちょっとやばかった。オッケーオッケーオッケー、ざまみろ。で、これ使います。オールドロップブレイク使います。ブレイクして、いや、いいね、組みやすい。ちょっと考えてからいくか。めっちゃ組みやすい。オールドロップブレイクが本当にすごい。オッケー、いいんじゃない。ちょっと木は入れれなかったけど、倍率は出てる。完璧だ。いや、マジで強いんだよね、リク。イエスイエスイエス。ここで 20p 落とそう。あ、まだ効いてんだ、オールドロップブレイク。今、ブレイクしようと思ったら、もうブレイクされてた。頼む、5分の1だから落ちてほしい。20p 大量に持ってて損することないもんね。ボックス圧迫するけど、普通の p の方圧迫するもんね。20p! よし。あ、待って、今、ゴッド S 来てんだっけ？一回引こうかな、一回だけ。マッハが欲しい。そう、前さ、めっちゃ豪華やつやついたんで、あれ終わってる？終わってる。